放送席、放送席、そして西武ファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事3勝目を飾りましたウルフ投手です。ナイスピッチングでした。これで初登板から3戦3勝です。とても気分はいいです。自分が投げるときは打撃の方でも援護してくれるのでとても投げやすかったです。今日もたくさんのゴロで打ち取りました。そうですね、住谷選手のリードに従って投げてたんで、まあ、結果的にゴロが多くてアウトも取れたんでよかったと思います。それにしても苦しい西武投手陣の救世主になりましたね。Hey, you know, it's been good. I've enjoyed being up here with the guys and played against them so many times, so it's nice to be playing with some of them that I've faced so many times. まあ日本でも多く投げてこれまで多く投げてきたので、まあソフトバンクともいっぱい対戦してきてましたし、まあ本当にチームメイトと一緒に楽しみながらいつもやっています。そして今日は懐かしいこの福岡のマウンドでの登板になりましたけれども、それはいかがでしたか？You know, it's been a while since I've actually pitched on that mound. I didn't pitch on it last year, so it was good to get back up here and face these guys. You know, I got a lot of friends over there from when I played here, so it was nice. まあ昨年は故障もあってなかなか投げられなかったんですけども、まあまたこのマウンドに戻ってきて、またホークス相手に投げれてとても良かったと思います。さあ、そして西武ライオンズはクライマックスに向けて負けられない戦いが続いています。ウルフ投手がまだまだ投げる機会もあると思います。これからに向かってファンに一言お願いします。You know, it's been great. You know, they're real loud, and especially traveling on the road, and got a lot of fans here. So I appreciate it. まあ本当にアウェイゲーム、敵地の試合でもライオンズファンの方々がとても大きな声援を送ってくれるので、とても力になりますし、これからも頑張りたいと思います。今日のヒーローは見事3戦3連勝のウルフ投手でした。おめでとうございました。